そして、10月にはアルフィー4枚目のシングルですね、冬将軍を発表します。冬将軍、はい。桜井、この桜井だ。ここでやっと桜井がデビューして初めて A 面のボーカル。なんで桜井になったの？いや、桜井本当はリードボーカルだったですよ、うん、アマチュア時代。でもなんでここラブレターは高見沢だったじゃん。ラブレター、次も、星降る夜にとかですね、全部高見沢でした、ね、高見沢なのに高見沢の声で行こうっていうのが最初あったんですけど、そう、はい、でなんでアルフィー、冬将軍はちょっと力強い曲なんで、 A メロ高見沢サビ桜井みたいな。ああ、そういうこと、ええ、で、冬将軍は坂崎じゃないんだね。僕はまだ出てこないです。出てこないね、うん。徐々に。あと。でもなんかいろんな人がやっぱ模索してるね。そうです。誰か歌えばいい。その通りなんですよ。うん、もうこの頃ね、先導が多くて。それがもうアルフィーを売ろう。好きなんです。みんな、そのスタッフが、うん、僕らのことを大好きでいてくれてる人たちばっかりで。幸せだね。やつらをなんとか売りたいっていう気持ちばっかり走ってるんで、今度はこういう曲で行こうとか、今度は誰のボーカルで行こうとか、そんなのばっかりで高見沢。としてでも3人で、俺がやるとか俺たちでやるとか、それはないです。ないんだね。それはないです。みんなの言う通りに生きてるんだよ、依然として。それで悩んじゃうのが高見沢です。ああ、悩んだ。今度こういう曲書いたんだけど、また売れない。次はみんなにこう言われたからこれを書こうみたいな。高見沢はもうさっぱり分かってないんだね。いろんな曲を書いちゃうんだ。分かってない、そうですね。うん、確かに言われた通りと言いますか、言われた通り書いてんだけど、はい、注文みんなの注文をリクエストに答えてやってるんだけど、それ売れないと、どうで社長に怒られちゃう。このチャンチキ、このタコチャンチキ言われちゃうんですよ。だからまあこれこの年4枚シングル出したんですけども、売れなかった。4枚シングルです。原田真二みたいだね。そう、鳴り物入り鳴り物入りで、で4枚出すたんびにキャンペーンにやっぱり各地方に行って、まだこの頃だからキャニオンの方もですね、ケンナゴさんで売れた制作費っていうか宣伝費を宣伝費をこっち回してアルフィに回してって言って、トヨコさんが寝回して、お前人のふんどしで相撲取ってんな。そうなんですよ。でも地方にそうやって毎回行って、うん、やっぱ地方のディレクターとか当時って、うん、好きになってくれたりするじゃないですか。好きになってくれるの ね、うん、でなんとか実力じゃないんですよ、こいつらを応援しようと。タクロさんが言った通り、こいつらをなんとか、ね、音楽だけじゃなくて何でもいいから、何でもいいから、こいつらをなんとかしようみたいな、日の目を見るようにしてやろう。そうなんですよ。アルフィーはだから桜井が格割りになっちゃったの。そう、この時冬将軍のジャケットを撮った時に桜井が初めて、うん、ジャケットの真ん中に写真で来て、来たわけ、ね、でリードボーカルですから、はい、でその時まだこうちょっとウルフカットみたいな、桜井長い髪だった。ウルフカットちょっと上が短くて裾が長い。やばない、若い頃の構えてたんだな。そうウルフカットだったんですけども、発売前日ですかね、うん、事務所に行った時に桜井が角刈りで事務所行ってですね、みんなにもうすっげえ怒られて、なんだお前っつって呼び出されて、で桜井もだって高見沢に前の日に言われて切ってきたんだもん。何言われたの？なんか原宿で高見沢と飲んでたらしいんですけど、ああ、ね、ちょっと怖いお兄さんたちに絡まれて、ああ、うん、俺らもやっぱりちょっとさ、ルックス的にもあれだから舐められちゃいけないからって、ああ、桜井ちょっとさって、その時ちょうど西部警察が流行ってたらしいんですよ。ああ、持ってたのかな、テレビガイドが。これ、桜井、角刈りのね。これ。で、床屋さんに行って、うん、原宿の床屋さんに行ったんですけど、うん、五分ってやったことなかったらしいんですよね、五分刈り、床屋さんが、うん。でもこれみたいにやってくださいって。頭本当にもう角刈り平べったいやつですよね。角刈り、桜井角刈りなんかしなくても怖い十分。いやでもあの頃はウルフですから。ウルフでも怖いって。怖いですか。十分大丈夫なのにさ。でもうちのスタッフ高見沢はしなかったのか。高見沢はしなかったですね。ただ僕がチリチリで桜井が角刈りで、うん、高見沢は普通のお兄さんカットだったんです。あの人普通の髪の毛だもんね。そうで、それが嫌で81、2年にスパッと切って、うん、スプレーで固めて金髪にしたですね、うんうん、髪型とかもやっぱりバラバラだな、はい、いろんな意味でまだこう統一感がなくて全然ないです、ね、どうしたらいいかが右往左往してるね。ですね、うん、その通りですね。売れないな、だ事務所も売りづらいな、こういうな。売りづらい売りづらいんで、人間的には好きなんだけど、人間的にはいいやつが3人集まってるからこいつらをなんとかしてやりたいとは思うんだけどこいつらが垢抜けないんだよ。こいつらがここ一本抜けてくれるとなんとかなるんだけど、その抜けきれない、全然抜けきれない。3人取るの、それもさ1人ぐらい抜けてくれないのに3人まとまってダメ。何でしたっけ、ご近所付き合い。ご近所付き合いなんだよ。